時々会うよね。市役所で練習してた時もよく見に来てたっしょ。ちょっと待って、ダンス好きだったりするの？実はここのところ派手な服装をした女の子の集団と一緒にいる結城さんを見かけたという他の保護者の方もいるんですよ。真剣な話してるのにニヤニヤしないでくれる？無神経なんだから。入ったばかりでレナのパート取るっておかしくない？結城来てからみんなバラバラになったよね。許さないから。